you
3年生にとってはこれが最後の大会だったので、全員で笑顔で終わることができてとても嬉しいです。インターハイ予選や選抜大会で負けて悔しい思いをしたこともたくさんありましたが、3年間振り返ってたくさんの方に支えられて自分たちがここまで成長することができたと思うので、これまで応援してくださった方々に感謝して、自分としては大学でもこれから頑張っていきたいなと思います。この仲間と笑顔で終わることができて嬉しいです。最後は氷見で学んだことを出し切ろうと思って頑張りました。辛いこともたくさんあったんですけど、いろんな人に支えられて仲間と全員で乗り越えた楽しい3年間でした。自分たちの分まで来年こそはインターハイに必ず出て、悔いのないように最後は笑顔で終わってほしいです。